どうもお疲れ様です。今日8月14日日曜日なんで、まあ相場解説は通常ないんですけども、えー、明日の朝もね、もう一回やりますけども、ここで改めて、えー、ご質問もありましたので、一、えー、つだけ動画を今日は更新しようかと思います。今ご覧いただいているのが、えー、これね、週足なんですよね。で、週単位で見ますと、今上昇していったチャートがここに来てですね、どういう動きを見せてるかっていうと、下がってはいるんですが、今、 大きなヒゲを2週間連続で出してますよね下ひげつまり下への動きがこれで否定されてるわけなんですよというところなんですぐに上昇するかどうかはともかくこれは下落への移行をまあなんか止めているかなっていうところですよね、えー、ここと似たような感じになりますもうこれ以上下に行くことを否定してるわけなんですよ、まあ、ですんでこっから突き上げていくんではないかなっていうのが私の見方ですねテクニカル的にもこれで OK だと思います さあ次ですけども、1時間をいきなり見ていくことになります。1時間を見ていくときに、えー、やっぱりね、上昇トレンドは見て取れるんですよね。で、ちっちゃい三角形がここにあります。なんか安値の方が横一線に並んでるような感じが見えますよね。次の三角形がここで。これも安値が一定のラインに整っているように見えるんですが、3つ目の三角形がこういう風になって、 やっぱり安値がねここで止まっているように見えるんですよねだんだん三角形が大きくなっていくところを見るとまあ次の動きっていうのはこういうふうに期待できはしないかなと思ってますまあこれこの考え方にはまりますと結構危険なんですよこのテクニカルの中でフラクタル理論っていうのがありますけどもこればっかりに依存すると危険なんですよでも先ほどのウィークリーで下髭をがっつり出しているところを見るとこの三角形のフラクタルが守られないまでも なんせここからもう右肩上がりになってるわけなんですよそうですね131円の、えー、700あたりですかここそっからですね今現在の価格ってのは最高値で133の880っていうふうに2円ぐらい突き上げてきてるわけですよねまあそうなってくるとだいぶ右肩上がりだったよねと言えるんですよえそしてえっ、ー、と第2次 岸田内閣の発表があって、それがおそらくこのファンダメンタルズを動かしてると思いますけども、すでにこの大きな流れの半値戻しも達成してるわけですよね。そう考えていくと、うん、緩やかに右肩上がりって言ったのは、穴がち緩やかじゃなくて、結構急速に戻してきたんじゃないかなっていうところが見て取れます。えー、というところでね、明日から始まる8月15日からの週ですけども、 基本的には横ばいから上目線、緩やかに上昇するような目線で見ていけばいいんじゃないかなと思います。本日の講師は以上ですね。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。